Saklayı o şeydi ya. Yeah!
今回の金村工業が起こした一件、それで死にしてもらい。この金は一体何ですか、どうしよう。登場会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはした。それに登場会と上野清和会は二代目25年来の師関係がある。ここはお互いことを荒らかと。なるほど。堂島会長は枝同士の喧嘩。この子、いや、それはありません。確かに金村工業は直系柴田組傘下の枝組織かもしれませんが、上氏が登場会と同格の親戚です。その金はあくまで今回の量だと思ってください。同格、その額ではご不満ですか。松崎さん、金村の本当に申し訳ありませんでした。柴田さんでしたっけ。はい、当時の親分さろう方が都内の一勢力でしかない組の若頭にそんなに頭裂いちゃいけませんよ。それにね、柴田さん、今わざわざ刑事とは他にいろいろあるでしょう。岡井さんとうちは親戚関係なんですから。か、どういう意味。悪い。
いらっしゃいませ。秋山さん、私いいね。やっぱり俺の目に狂いはなかったか。いや、なんでもない。今からテストにか。
300万ですね。300万稼げば本当にもらえるんですね。はい、わかりました。それではビジネスはここまで。ここからは俺のプライベートとして楽しませてもらいます。つったじゃない。まあ、オーナーじゃ。オーナーつっても自分の店で遊んじゃダメって決まりがあるわけじゃないでしょ。ただのお客。やっぱり俺が君の最初の客ってわけ。そう、笑顔。今日は楽しませてもらいますか。わかりました。お飲みございますか。そうで。Ah!